自然の中になんか不気味さだったりそういったものなんか気になってその時に感じた不気味さっていう世界観を絵で表現しているんですけど、なんか怖いだけじゃなくて神秘性もあるしワクワク感というかもっと知っていきたいなっていう部分もあって、自然への畏怖とその神秘性を知るための絵。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。作家後藤里奈、2000年宮城県生まれ。豊かな自然に囲まれ育ったからこそ今描くのは、そんな自然が発する得体の知れない不気味さ。小さい頃からあの植物の木あるじゃないですか、あれがちょっとなんか気持ち悪いなとか不気味だなっていう感覚がずっとあって、存在自体が生きてるのにそこにずっとあるみたいな、見られてるじゃないですけどなんか不思議っていう、ある種人類のなんか根源的な感情でもあるのかなと思って。なんとなく不気味、言葉にできないその曖昧なイメージはある出来事をきっかけに一変する。で実際私は宮城県気仙沼市出身なんですけど、そこでやっぱ東日本大震災で自分の家はちょっと流されてしまったんですけど、その際にもやっぱ波とか海に対してもある日突然こうやってきて、で自分の生活がもうガラッとこう一気に一変したんですけど、本当自分の見たまま伝えていきたいなとは思ってて、その場合、不気味なだけじゃなくてポップって楽しい感じも重要だなと思って。畏怖と不気味さを伝える親しみやすさ、それこそが描くキャラクターとなり色となる。秋田に4年間大学で住んでて、雪がめちゃくちゃ降るじゃないですか、あとずっと曇ってるのでなんかドヨーンとしてるなっていうのと、海と山森があるので白灰色っぽいのと、青緑っていうのが東北全体にそういうのが多いなと思って、自分の体験を元にしてるのでその2色で感じたままに自然を描きとどめたい。それは作家後藤里奈だからこそ描ける自然の形。なんか自然災害とか多発したりと科学が発展してる中で、今一度なんか自然と人間の関係性とかを問い直すじゃないですけど、絵を描くっていうことだけじゃなくて科学的な目として自然を見たり、人間的な根源的な目として作品を作っていきたいなと思っています。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はフォトグラファー翔太のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。